かさにまろ二人組教育系 YouTuber かさにまろ、せーのかさにまろ。どうも、かさにまろ立教担当弁当です。よろしくお願いします。どうも、かさにまろ文治担当金本です。はい、います。大学生必見レポートの書き方ということですね。久しぶりに大学生向けの動画を撮っていきたいと思います。大前提として、こういうフォーマットで書けばいいよっていうのがあります。まず一つ目、序論です。序論っていうのを書いてください。で、序論っていう風にやるとね、これ序論結局何書いたらいいんですかっていう風に言われるんですけど、これ他者の意見を書いてください。今までの自分の意見じゃない偉い人の、賢い人の Google スカラーとかで調べた、これ Google スカラーっていうサイトがあります。論文が引っ張れます。こういうので論文引っ張っていただいて、PDF とか引くと、なんかこの人はこういうことを言っているっていうのがわかるんですよ。で、そういうのをとにかく書きまくってください。で、そうすると多分専門用語とかがバンバン出てくると思うんですよ。例えば心理学だったら社会的促進とか社会的抑制とかっていうわけわかんない単語がいっぱい出てきます。で、そういう単語の意味とかをバーって羅列してください。世の中には社会的促進という概念がある。社会的促進とは〇〇〇〇〇〇である。かっこ人名年代っていう風に書いて、一方で社会的抑制は〇〇〇〇〇〇〇〇である。かっこ人名年代みたいな感じで書いてったら多分そのうち埋まります、序論は。なので、そういう風にやってみてください。で、一方で次、本論ですね。本論に関しては自分の考えを書いてください。で、これどういうことかというと、序論で例えば、いろんな、命題が生まれると思うんですよ。命題っていうのは、X は Y ですよっていうのは簡単に言うと命題だと思ってください。この命題がいっぱいバーって出てきますよね。で、そうすると、ある種数学の公式みたいなのが集まった状態になるんですよ。で、ここから自分の考えを生み出していくんですけど、自分の考えとこういう命題と繋げてみたりだとか、1と2から暴き出されることってのは何なのか。例えば、社会的促進と社会的抑制があります。促進と抑制があるんです。矛盾してませんかと。ね、つまり2つあるんですみたいな、なんかそういうなんか自分のね、考えとか生み出せるわけじゃないですか。っていうのを本論でやってください。序論の組み立てです。で、結論に関しては、今後の展望ですね。そうは言っても結論出ませんでした。じゃあ今後どういう風な議論が必要かみたいな未来系のことをね、書くといいと思います。なのでまあ結論はそんなにね、書けない場合もあるかなと、レポートによっては思います。てかまあ文系ね。基本的に文系のレポートでございます。理系だったらと思いますね。はい。で、まあ、いろいろ、そのレポートのね、コツがあるんですけれども、ぽければ OK です。ぽければ OK。なので、本当になんか文章へったくそやなーっていう風に思わせるか思わせないかっていう話でございますので、文章うまいな、こいつやったら別になんか言ってること、なんかしょうもなくても別にいいので、ぽければ OK。特に小論文とかだったら全くそうだと思うんですけど、ぽければ OK ってことを認識しておいてください。だからなんか、あんまり奇抜なこと書かなくていいよ。書きたくたら書いたりする。で、2番なんですけど、頭の使い方はプログラミングとか数学です。なので、なんか自分の考えをただただ連ねるっていうのもいいんですけれども、やっぱり序論っていうので命題がバーって集まるわけじゃないですか。じゃあ、1番というこの命題に近い自分の考えって何なんだろう。日常生活で使えることは何だろうっていうふうに考えて、こことここって結びつくよねーっていう考え方。矛盾ないかな。こっちいけるけどこっち戻れなかったりしないかなっていう必要十分このね、考え方っていうのは、ガンガン使ってください。で、3番、接続語の使い方を極めよう。多分ここが一番手っ取り早いです。で、例えば導入だと、昨今とか、近日とか、一般的にってのは出てますね。僕結構ありがちなのが昨今。昨今はめっちゃ使いますね。俺もめっちゃ昨今使おう。昨今はね、本日とかね。これ今日やっけっていうのは結構当たり。今日ですね。今日ってのは使えたり。で、迷ったらっていうので、ここでとか、そこでとか、なおとか、ただしとか、これめっちゃ使える。で、結局、なおってのはこれ何かというと、書き忘れたっていう時の接続表現です。なので、なんか書き忘れた時に、なお、こういう条件がありますとかっていう時は、なおっていう風につけたらいいと思いますし、ただしっていう風なのは、例外やったなとか、例外やったなとか、しかしとか、ところでっていう逆説表現を使いたいんだけれども、ここでしかしを使うとなんか、強調されすぎるなっていう時に正しっていうのを使うといい。だから、結局迷ったら、ここでそこでなお正しのどれが入るかなっていう風に考えて、これ何も入らんかったらもう全部、そこって省略しても大丈夫なやつなんで、逆説と順説以外は大体省略しても通じるので、この辺、入れれたら入れてください。入れれなかったらもう無視してください。で、こう表現ですね。しかし、○、そこで○、これめっちゃ使える。なので、いろいろ問題って、なんか、いろいろこういう風な、例えば序論だったら、こういう風な、論理展開があります。こういう論理展開があるんだけど、しかし、ここの論理展開には矛盾がありますよね。矛盾がありますよねとか、こういう風なことには適応できませんよねとか、日常生活に適応しにくいですよねというデメリットがあります。そこで、俺の解決策はこうこうこうですっていう風な、このしかし、で、そこで、の序論の一番最後に書きます。序論の一番最後とかに、しかし、で、そこで、とか書いて、本論を始める。っていうので、そこで、みたいな感じで、本論を始めれば、結構スッといくじゃないですか。で、しかし、そこで、ってのは結構使える。で、あと、しかしのこう表現ととして、確かにかもしれない。その後にしかしというインディードバット構文ですね。これ使ってもいい。インディードバット構文っていうのは使ってもいいかなというふうに思います。本当に使えるのは、しかしそこでっていうのは使いやすいかな。で、やっぱ接続表現は、使えば使うほどいいです。文章中に接続語がいっぱい使われてる、文章中っていうか作文をさせた時に子供たちとかにね、大人でもいいんですけど、接続語がめっちゃ使われてる作文を書いてる人っていうのは、どうやら分析すると、読みのスキルも書きのスキルも高いらしいんですよ。つまり、どういうことかっていうと、接続語をいっぱい使ってる人っていうのは頭がよく見えるはずなんですよ。それで言うとね。なので、この、なんか本当に、頭がよく見える。ぽければ OK っていう、このルールを満たすためには、やっぱ接続語は入れれるところには入れると。だから、バーって書いてもらって、接続語どっか入らんかなっつって、接続語をなんか穴埋めみたいな感じでババババババって入れていくというのが結構いいのかなというふうに思います。で、あと、頭よく見える表現というので、ここちょっと強調しておきます。古文の助動詞使ってください。古文の助動詞。というので、結構なんか難しいと思うんですけど、例えば、完了のたりとか使いやすいです。あと、内吉の図。この辺は、古文の助動詞として利用されやすい、ものかなというふうに思います。例えば、〇〇たるなんとかっていうね、〇〇たる三角三角。この表現は使いやすい。で、まあ、ほぼ同格ですね。〇〇イコール三角三角っていうのを、まあ、表現したいときで、かつなんか、この、三角三角っていうのを非就職部と就職部の関係にしたいとき、なんかにこのたるっていうのは使いやすい。連帯形ですね。たりの連帯形のたる。これ使いやすい。あとは、なんとかぬように、なんとかせぬようにとか、そういう古文の表現をちょっと交えると、なんか、要はね、これ論理展開がガバガバの時に僕使うんですけど、わあこれ全然妥当な文章になってない、全然論理的じゃないこの文章っていう風になった時に、古文の助動詞使うんですよ、僕。で、そうすると、古文の助動詞が出てきた、古文の助動詞、このぬが何だったっけみたいな、せぬはしないだな、みたいな感じで、そういうのに頭のエネルギーを持っていかせることがいいんですよ、読者に対して。だから、それで論理展開がぐちゃぐちゃになってないっていうことがごまかせたりするので、まあ、わかる人にはわかると思いますけど、バレにくくなりますので、そういうのでちょっと古文の助動詞を使ったり、僕はたまにします。なので、古文の助動詞使ってみてください。特に、ぬと、たるは使いやすいですね。あともっと、受け身表現使ってください。例えば、私は思うっていう風に書くと、なんかね、幼稚に見えるんですよ。私はなんとかかんとか思うとか、私はなんとかかんとか考えるっていうのは能動表現じゃないですか。こういうのはなかなかね、良くないというか。あと、私はなんとかかんとかしたとか、私はなんとかかんとかしたとか、例えば、誰々さん、学生たちはなんとかかんとかを読んだっていう風にするんじゃなくて、無生物主語で、受け身にしちゃった方がいい。例えば、学生たちは、この論文を読んだじゃなくて、これなんかね、僕嫌いなんですよ。学生たちはこの論文を読んだっていう風にすると、まずこの和ってのは主題を示す、形助詞とか副助詞なので、学生たちに焦点が当たるんですよね。で、俺なんかキモい。この論文を強調したわけじゃないですか。だから、この、丸論で論文。この論文は学生たち、学生たちには省略してもいい。この論文は学生たちに読まれたとか、で、学生たちっていう風なのを、なんかもうちょっとかっこよくしたかったら、広く読まれたっていう風な、なんだろう、この、副詞表現すればいい。学生たちに読まれたじゃなくて、広く読まれたにすれば、なんかかっこよく見えるじゃないですか。まあ、要はその、受け身表現をね、バンバン使ってほしいっていうのがあります。例えば、私はこうこう思うじゃなくて、自発、受け身も自発も一緒なんで、もうまとめますけど、なんとかかんとかと思われるとか、なんとかかんとかと示唆されるとか、なんとかかんとかと考えられるっていうふうな受け身表現を使うことで、よりかっこよく、レポートを書くことができます。っていう感じで、ちょっともう本当に、小手先のテクニックだけバーって喋りましたけれども、ポケれば OK なので、もう本当になんか、小手先のテクニックだけ紹介させていただきました。序論、本論、結論、とにかく難しく、ぽく書けという感じですね。古文の助動詞使えようと、受け身表現使えようと、接続語めっちゃ使えようというのが、僕の主張でございます。以上、ご了承ください。